上昇というか、まあ、ことで、はい、あの株式上から見れば回復、はい、ドル供給オペにつきまして、各国中央銀行と同様固定金利を提示して適格担保の範囲内で供給総額に制限を設けずにドル供給を行う方式を導入することといたしました。国際金融市場の緊張が高まっており、その影響は我が国の短期金融市場にも及んできています。今回のレポ市場のですね、活性化について。